先日イギリスの入国審査で止められました。皆さんこんにちは、カノンチャンネルのせーのカノンです。突然ですけど皆さんは海外旅行に行きますか？海外旅行をしたらその国を出る時も自分の国に戻る時も必ず通らないといけない入国審査っていうものがあるんですけど、ことは起きました。先日って言っても5月の半ばにオランダに行ったんですね。でその帰ってきて飛行機降りたら一番最初にたどり着くところが入国審査なんですけど、この入国審査っていつもね混んでて列がめちゃめちゃ長いんですよ。今までだったら私最大1時間半ぐらい並んだことあるかもです。飛行機を降りる時間にもよるんですけど、それが夜とか9時とか10時だったら審査官が2人体制なのでどんなに並んでも待たなきゃいけないっていう現象が起きるんですけど、まあ、それはさておき、私が入国審査の列に並んで次は自分の番ですとパスポートの顔写真のページを開いて審査官に渡したんですね。そしたらその女性の審査官、私のパスポートをじーっと見てちょっと待っててって風に言ってきたんです。席を立って隣の審査官に耳打ちをしに行って戻ってきて言った言葉が私についてきてだったんです。この瞬間、私なんかしたっけ、止められるようなこと、入国カードに書いた私の字が読めなくて怪しいとか思われたのかな、っていうか私の後ろに並んでる他の人たちが何かあったのかなみたいな目つきで見てくるのが分かる。私ってどうなるの？正直入国審査とか税関とかいいイメージが基本ないから怖いんだけど。私がアメリカにちょろっといた時、日本人の友達がヤクザに間違えられて、ただの一時帰国だったのに税関で6時間も拘束されて朝3時に解放されたとかいう話を聞いたから、私ももしかしたらそれと同じで朝まで拘束されるのかな。だとしたら明日動画上げられなくなっちゃう。どうなるの？とね、連れられるがまま行った先は隣の自動化ゲート。審査官が他に並んでる人を押しのけて私のパスポートを機械にかざして扉が開いた段階で入って私のパスポートを渡してきました。その時目が点になって That's it? それだけ？ってふうに聞いたら、審査官の女性が実はね10日後だったか1週間後からだったか、日本とか韓国のパスポートを持ってる人は自動化ゲートを取れるようになるっていうのが始まるから、それ一応試してみたかったんだよね、だからあなたは私の1号だよみたいに言われまして、胸をねなで下ろしました。後日イギリスにある日本の大使館が在留届を出してる人たち全員に送るメールがあるんですけど、5月20日からイギリスに入る時は日本とアメリカとオーストラリアとニュージーランドとシンガポールとカナダと韓国のこの7カ国のパスポートを持っている人で18歳以上であれば自動化ゲートの利用が可能になりましたっていうメールだったんです。自動化ゲートを使えるだけじゃなくてランディングカードっていう入国カードの廃止もされたそうです。入国カードといえば到着する前にキャビンアテンダントの方にちょっと点火してくださいっていう風に言って急いで帰ってましたね私は。でも LCC みたいな格安航空会社だとたまにねペンすら貸してもらえない時もあったりしたので、ついに私この入国カードを家に持って帰ってきて家で書いて提出するっていうこともやってたんですけど、まあねこれすらも必要ないっていうことで嬉しいですね。まあ自動化ゲートを取れるって言っても免税の証明なんかで必要なスタンプがもらえないっていうデメリットがあったり、中には自動化ゲートを取れない方もいるそうです。例えば滞在予定が6ヶ月未満の短期留学生とかなんかいろいろあったんですけど、旅行とか観光で行き来する分には全く問題ないとのことです。ちなみにランディングカードは合計で4枚あります。それじゃあ今から飛行機だとか空港にまつわる私の失敗談をお話ししようと思います。これは確か去年の話だったんですけど、日本から来た友達3人とスペイン旅行に行ったんですね。料理を堪能してフラメンコを堪能して満喫してロンドンに帰ってきた時に、眠たいねと早く帰って寝たいわっていう風に言いながら入国審査で並んでたんですけど、気づいてしまったんです。私のパスポートがないと。私急いでパスポート忘れたから飛行機入れてくれって風に言いに行ったんですけど、時はすでに遅し、深夜に近い夜に着いた飛行機の便は掃除を終えた後そのまま車庫に行くそうです。だから朝まで飛行機の扉開けられないし、私にはそんな権限がないからできないよって風に言われたんですね。でもパスポートを紛失した落とし物センターみたいなものがあるから一応そこに早く行って事情を説明した方がいいんじゃないって風に言われたので私行ったんですね。カウンターに行って事情を説明したら一応ダメ元で飛行機の点検してる人たちに電話かけてみるっていう風に言ってくれたんですね。20分経っても相手が全然電話に出てくれなくって、申し訳ないけど今日パスポートを出すの難しいかもしれないっていう風に言われたんです。
その時点で飛行機を降りて40分経ってて、いつ受け取れるかわからないから先に帰っててと本当にごめんってふうに言って LINE したら、友達がいや待つよとかって言ってきて、いえいえ今でもただでさえ迷惑かけてるのに、もうこれ以上そういうことできないから私のこと気にせず帰っていいんだよってふうに言っても、いいよみんなも待つってふうに言ってるしっていうメールが返ってきて、生きた心地がしなかったです。あーもうどうしようと、私はどうやってこれを償えばいいのかと、ていうかその前に私今日空港で寝ないといけないのかと、朝の4時5時ぐらいになったらドア開けれるだろうからって言ってたけど、あと軽く5時間ぐらいあるし、このままどうやって時間潰そう、私ここで寝るのかなって思ってた時、私が乗っていた飛行機を運転していたパイロットがやってきてですね、受付の人がダメ元で私のパスポートを持ってこれないかみたいなことを相談してくれてですね、分かったと、見に行ってくださいました。そして20分後ぐらいだったかな、パイロットの方が私のパスポートを持って戻ってきてくださいました。家に待ってる家族もいたりして、一刻も早く帰りたいのにもかかわらず私のパスポートを持ってきてくださって、胸熱でしたね。そのパイロットの方と二度と会えないかもしれない、私の感謝をどうやって伝えればいいだろうって思った時に、私が手に持ってたスペインで買ったお土産を渡したんです。そしたらですね、いらないっていう風に言われたんですね。いやいやこれ私のせめてものの気持ちなので受け取ってくださいって言ったんですけど、そんな自分の行きたかった夢の国の場所で買ったものを僕は受け取れないと、そんな君が行きたかった国、夢の国と君をつなぐお仕事をしていると、僕は君の夢を手伝う一部なんだと、だから僕はそんな君から夢の一部を奪えないよと、だから受け取れない、どうか今日このまま笑顔で帰ってほしいっていうふうに言われて、そのパイロットの方は去っていきました。なんていうパイロットなんだと、そんな心持ちで働いてるパイロットがいたなっていうふうに思うと、素敵な人に出会えたっていうんですかね、経験をしたなっていうふうに思いました。その後友達と落ち合って Uber で帰りました。家に帰って申し訳なさと感動の余韻に浸りながら、あでもおかしいなって、確かにパスポートは前のポケットに入れたけど、前のポケットからちゃんと取り出して持ってきたはずなんだけどなっていうふうに思ってバッグを開けたら、